はい、皆さんこんにちは。今回第11章大東亜戦争というタイトルで、百田さんの日本国旗を解説していきます。大東亜戦争、ここが最も百田さん言いたいところではないでしょうか。永遠のゼロという小説、私も読みましたけども、とても感動的な小説でした。まあ、ここで、取り上げられる部分というのは、まず最初に、どうしたらこれ、良かったのかと、歴史を学ぶ上で、大事だということを書かれていましたので、この戦争について、もちろん戦争の悲劇はなかった方が良かったし、しかもアメリカとの戦争についてはもうその事前に回避できた方が良かったと、いうところだと思うんですが、まあ、そこら辺ですね、この当時の、時代状況から、まあ、今学べることはないかということ、問いかけなんだと思います。はい、まず374ページに、こう書かれていました。日本が戦争への道を進まずに済む方法はなかったのか。私たちが歴史を学ぶ理由は実はここにあるということです。歴史って一体何のためにあるのかというと、これはですね、まあ、歴史を楽しむ方はいろいろあると思うんですね。こんな人がいたのとか、こんなすごいことしたのっていうふうに、まあ、素直に感動する、とこれはとてもいいことだと思うんですね。いろんな楽しみ方が多分あっていいと思うんです。私はですね、歴史というのは基本的には、人間の生き方、これをまあ学んでいく機会なんではないかなというふうに思います。これから、まあ、普通にと生きていく上で、この自分のね、方向性っていうのはその無数にあって、そして何が正解かなんていうのは多分ないと思うんですね。なので、後悔のない生き方、選択ができたら、きっとそれは正解なんだと、その人にとって正解なんだろうと思うんですね。で、過去にはいろんなことを決断し、いろんな結果が生まれているわけですから、この時自分だったらどういうことをしてたかなとか言って考えながら、そしてその結果自分は受け入れられるかられないかということを考えていくのが、とてもこれからの自分にとっていい生き方になるんだろうというふうに思います。はい。で、今回の、まあ、話の中では、どうやらやっぱり戦争に入ってしまうとなると、もう行くとこまで行くしかなかったんだろうというふうに百田さんは思っているので、まあ、学ぶところで言うならば、戦争に行く前の段階で、どうしたらよかったのか、まあ、あと、まあ、進んだ途中でも、まあ、何かポイントはないんだろうかっていういろいろ考えた結果、まあ、文章がされているんだと思いますので、ちょっとこの、話をテーマに考えてみたいというふうに思います。私が最初に気になったところは383ページです。日本はそれでもアメリカとの戦争をなんとか回避しようと画策した。しかし日本の新聞各紙は政府の弱腰を激しく非難した。ちなみに日独伊三国同盟を積極的に推したのも、新聞社だったと、いうことですね。はい。このあたりですね、役所広司さんの主演 の、 山本五十六という、ね、映画でかなり描かれていましたね。三国同盟についても山本五十六は反対しているが、まあ、かなり強気でね、それを推し進めようとする新聞社の動き、まあ、あのテーマというのは山本五十六というよりは山本五十六を通じて、当時のマスコミ、それから世間の動き、というのは一体どういうもんだったのかということをやっていく映画でとても面白かったんですけども、これはですね、やっぱり日独伊三国同盟、もそうだし、アメリカとの戦争もそうだし、進めたいというふうに思った勢力が大きかったですね。で、まあ、マスコミはなぜそういうふうに言うのかといえば、その方がおそらく売れるからということだと思うんですね。やっぱり、人々に
まあ、売れるからだけではないかもしれませんね。まあ新聞社の思いというのもあったと思いますし、一国民としてやるべきだというふうに思ったんだろうと思いますが、でその根拠というのがね非常に大事になってくると思います。やるべきかやらざるべきかもそうですが、あと勝てるか否かということも、まあ、前提として、で勝てないならば、勝てる範囲でという発想が大事だと思うんですが、まあ、これは、今でも起こり得ることですね。特に日本人の中で、今働き方改革と言われてますけども、仕事を考えるときに、やるべき仕事っていうのがまず最初にあって、でそれを達成するために、どんな長時間でも働くというスタイルが、まあ、今でもあるのは、まあ、結局この時のこととすごく重なりますね。アメリカとの戦争については、まあ、やるべきかやらざるべきかより前にやって勝てるかどうかを考えなきゃいけない。仕事についても、やるべきことやらないべき、やるべきことかどうかより前に、それを実行できる時間や余裕や、体力、精神力っていうのがあるかどうかが前提にあって、その上でできる範囲のことで大事なことをやっていこうっていう発想は非常に大事だと思うんですが、まあ、これは、現在でも多くの過労死を生み、当時は国の破滅を生んだという考え方なんでしょうね。はい、新聞社については、まあ、かなり弱腰を非難したというところで、百田さん自身も今特にですね、やっぱり新聞社の中で、まあ、朝日新聞を代表して、納得がいかないという記述がたくさんあるようですから、まあ、ここら辺ですね、当時の新聞社と今の新聞社とこうすごくこうつながって、見えているところじゃないでしょうか。次、ミッドウェー海戦についてのことですね。はい、ミッドウェー海戦については私はここに言霊主義の悪しき面を見る。つまり、悪い結果は口にしないし想定もしないで、いいことだけを言うってことですね。で次もちょっと一緒に言っていきます。もう一つ、日本の大きな欠点は情報を軽視したことであるというふうに言っています。まあ、なので、当時の失敗を、まあ、振り返り、改善するとしたら、言霊主義というのを、まあ、これやめていく、もう一つは情報を軽視するということをやめていくということですね。まあ、だから、この情報軽視は、まあ、そのやっぱりこう多くの情報が入ってくるともうよく分からなくなっちゃうので、もうそういうごちゃごちゃした方がいいと、要はやるかやらないかだっていうふうに言ってしまうんですが、ちゃんと情報を、まあ、見ていくということですね。でもやっぱり言えない空気があるんでしょうね。そのなんだろう、アメリカとはやるのは勝てないと。例えば海軍ならば、海軍は、戦艦ヤマトなど、非常に大きな船をたくさん作っている。でそれはお金をかけているんですね。で多くの国民から税を絞り上げ、そこで、作っている船があるわけですが、そこまでお金をかけといて勝てないとは言えないわけですね。なのでまあ、情報は情報として分かっているんだと。勝てないっていうのは分かってる。物量の差はある。分かってる。しかし、今勝てないと言ったら、結局それは勝てないんじゃなくて、怖いからやらないだけなんじゃないかっていう批判をされる可能性があるわけですよね。そういう侮辱は受けたくない。なので、言霊主義というか、何か勝てないということを言ってしまうこと自体が勝てなくなるかもしれないなとか、あと、勝てると信じていれば勝ちが出
手に入るだろうとか、まあ前は日露戦争で勝ったしなとか、日本は神の国だからなとか、神風吹くなとかいう、都合のいい情報だけを、まあ、信じたいというところですね。だからこれを通じてやっぱ言えることは、自分の不利な状況に、一時的には起こるかもしれないけど、正直に言う勇気というか、例えば何か謝らなきゃいけないけど、謝ったらプライドが傷つくしみたいな時、恥ずかしさがあるしって時に、すぐに謝れるかどうかというところが、実はこの時も、弱さをさらけ出すことができないから先延ばししていって、結局大きな、問題点になってしまったというような気がしますね。はい、なのでやっぱりこう向き合う勇気っていうのは大事なのかなというふうに思います。まあ、当時の人を批判するのは簡単ですが、現在でも引き継がれる問題だと思いますので、これ本当に向き合っていくべき、問題だというふうに思います。はい、そして次ですね、400ページにあるものです。後の評論家の多くはこの時、裁判陥落時に不利な条件でも講和すべきだったというが、すでにこの時点ではアメリカは無条件降伏に近いものしか認めなかったであろうし、大本営と陸軍がそれを飲んだとは考えられない。つまるところ行き着くところまで行く運命にあったと言えるということですね。いや、これは本当に戦争を始めるのは簡単だけど、戦争を終わらせるのはすごく難しいというふうによく言われます。裁判陥落時には、まあ、これは、東条英機内閣が潰れ、東条は退陣するということですね。東条はだから独裁者と言われるけども、東条英機という人物は、まあ、内閣が変わって、彼は、まあ、権力の座から転げ落ちたわけですね。だからこのタイミングで、まあ、東条内閣に責任があるということで、講和をするということを可能だったというふうな人もいると思うんですが、まあ、それにしてもですね、苦しいのは、じゃあそれまで死んだ人のその気持ちはどうなんだとかですね、これは死んだ人、犠牲になった人で、この気持ちをどうするのかと。で、まあこれはだからあれですよね、まあ、こういう心理学者の方で指摘された人がいましたが、今までつぎ込んだものがダメになっちゃうかもしれないから、最後の一発逆転を狙うという心理があると。まあそのパチンコとか賭け事でも、大金をつぎ込んで負けがあると、これをなんとか取り返そうと思ってなかなかやめられないということですね。戦争でも実際に多くの人が死んじゃってるから、その中で最後何か一撃相手に与えて何か得られるものが出てくるまでは、続けなければならないというふうな心理になっていくと。だから誰かが、無理やり続けたいと思って続けた戦争ではなくて、何かこう日本人が日本人として無条件降伏となると、多くの日本人をその雑に扱っているような気がすると、死んだ人をに足を向けて寝ているような気がするという感覚は、実はこの戦争を長引かせていたのかもしれないと思います。とても難しいと思うんですが、非常に日本人の熱い絆というのがあると思うんだけども、その絆というものが、むしろこの戦争を長引かせた部分に一面としてあるかもしれないと考えると、非常にこう複雑な気持ちになります。最後です。これはもうタイトルなんですが、悪魔のごときアメリカ軍というね、書いてあると。でこれはですね、タイトルこそ過激なんですが、私は一部共感するところがあって、なぜかというと、空襲っていうのがありますよね。これをですね、見るときに、あ、
戦争だから空襲って あるんだなというふうに捉えてはいけないと思うんですね。原子爆弾投下がなぜ良くないのかと、それから南京大虐殺がなぜ良くないのか、これは民間の人を殺害してしまっているというところですね。なので、戦争というのは軍服を着ている人同士が、戦うものであり、それがルールなので、戦争っていうのはルールがなくなると大変なのでルールがある。しかしアメリカ軍は軍事基地を狙っていると言いながら、多く民間人がいるということを分かっていて、焼夷弾のようなものを投下していくわけですよね。これは非常に悲しいし、なぜこういうふうなルールをね、破って、しかも罪に問われないんだというところは我々非常に強く持っておいた方がいいんではないかなと。何かこう戦争のイメージだと、その空襲があって日本が負けてという話でするっと言ってしまうんですが、これについては実際に違法行為がたくさん行われていたんだと、これをアメリカ軍はそういうことをやったから早く戦争終わったんでしょうというふうな論法を取りますが、基本的には完全にルールを無視した民間人を殺害した手法を取って、戦争を終わらせていったということなので、これはしっかりと心に刻む必要があるんではないかなというふうに思います。はい、それでは以上で終わります。